本日はメキシコのゲームセンターへ行ってまいりました。そしてその後にイタリアン料理オリーブガーデンですね、行ってきました。それでは行ってらっしゃい。はい、やってまいりました。ハッピーランドパーク。こちらがメキシコのゲームセンターとなっております。見てください。中には、いろいろなゲーム機が置かれておりますね。ジャンクポット。これは、チケットとかですね。集めたりするんですね。もう、UFO キャッチャーみたいなのもあります。それでは行ってみましょう。最初に、やりたいと思ったのは、この、フィッシャーなんとかってですね。この、魚に当たれば、100枚、チケットもらえるという話だし。それではやってみましょう。カードでこうやってやるんですね。カードにお金を入れて、それを、そのポイントを使ってゲームで遊ぶという話ですね。ボタンを押してるんですけど、機能しないですね。ボタンを押して上から弾が降ってくるんですね。弾が降って、その、ナンバーの中に入るんですけど、あ、今、来ました。あ、ウィナーとありますけど、何枚なんでしょう。2、4、5、は、と、10枚でした。次は、こちら。カメレオンの下でペンペンってやって、虫を倒すやつですね。当たりませんね。当たりません。当たりませんよ。当ててください。あ、当たった。当たった。そう。いけ、その調子。ゴー、よし。ウェイビー。とてもいいね。よし。今、10匹、11匹、12匹。その調子で、いけ。ちょ。よし。よし。12匹。あ、終わっちゃいましたね。何枚出ました？お、結構出ましたね。16枚ぐらいでしょうか。ティニーチューンズ。これは、あ、音源を鳴らすんですね。降ってきたボールに合わせて、その、ところを弾くということですね。押して。ん？よいしょ。これまた難しいですね。どこ見てるんでしょうか、私は。そう、戻ってきた。あ、来た来た来た。こうやって、音楽鳴らすんですね。よしよし。よしよし。よしよし。コンボ。コンボアタックができました。よいしょ。いい感じ。いい感じですね。はい、できました。さて次は、ミニオン。これはミニオン叩きですね。お、ミニオンを叩いて、点数稼ぐというゲーム。はい、やっていきましょう。怖いミニオン出てきますね。違うミニオン。ハロウィンミニオンでしょ。お、お、怖い怖い。もう出ないのか。次はサファリランジャー。こちらはどんなゲームでしょう。お、いろんな動物がいますね。これを捕らえるというゲームですね。これでくるくるって。縄をかけて引っ張って捕らえるんですね。お、その通り。お、縄をかけて引っ張って捕らえるんだ。お、そう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 。お、いいね。お、ウサギウサギ。取れ取れ。お、ムイビン。よし。どん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 取れ取れ。はい、それでは楽しく遊んだので、お腹が減ったので、これからイタリアンキッチン、オリーブガーデンに突入したいと思います。こちらのレストランは、アメリカのフランチャイズレストランとなっており、とても美味しいレストラン、イタリア料理を食べれるそうです。私が頼んだのはこちら、レモネード。それではちょっと味見。うん、美味しいね。いつも通りのレモネード。とても炭酸が身に染みます。こちら、ティーですね。お、こちらも、そんなに甘くなくちょうどいいぐらいで美味しいですね。冷たい、美味しいティーです。今回頼んだのは、こちら、ランチセットになってるんですね。焼きたてパンとスープ、そしてサラダ。こちらもついてきます。美味しそうですね。チーズもたっぷり乗せました。それでは、いろいろと試食してみましょう。とてもフレッシュですね。こちら実は食べ放題になっております。パンとサラダは好きなだけおかわりできるということなんですけど、まあ最初からこんだけてんこ盛りなので、まあおかわりはいいでしょうね。それでは、こちらのパン、私は大好きなんです、実は。オニオンの粉のかかったパンなんですけど、とっても柔らかくて美味しいねー。
美味しいな。美味しい。とても美味しいな。とても焼きたてでふわふわで美味しいですよ。これ美味しい、たまらんね。次にサラダでしょ。フレッシュなサラダ。これも美味しい。今度はスパゲッティですね。スパゲッティとフライドチキンの乗ったとても美味しそうです。こんな感じです。いただきましょう。これも熱々でとても美味しいね。トマトソースがとても濃厚です。これこそまさにスパゲッティですね。美味しい。もうオーソドックスな味なんですけど、これは好きですね。いいです、いいです。それでは最後にちょっとスープを始めさせていただきます。豆、赤豆が入ってますね。お、ベジタブルスープ。美味しい。ゲームセンターはいろいろなゲームがありましたね。チケットが貯まるとそれでおもちゃがもらえるんです。オリーブガーデンのイタリア料理もとても美味しかったですよ。